花王は悪材料で尽くし。こんばんは、ふくりでふえるです。今回のテーマは花王の株価予想です。ぜひ最後まで見てください。目次です。1、企業分析。2、決算分析。3、株価予想。この順で動画を進めていきます。まずは花王の企業分析から。花王は日本屈指のトイレタリーメーカー、家庭用品の国内最大手です。医療用洗剤など主要分野でトップクラスのシェアを持つほか、化粧品も2006年に金棒化粧品を買収してグループに加えたことで、国内では資生堂に次ぐ2位のシェアを占める企業です。個人消費者向けのコンシューマープロダクツ事業のうち、ハイジーン&リビングケア分野では、医療用洗剤や生理用品、紙おむつなどを取り扱っています。洗剤や石鹸、歯磨き粉など、生活に欠かせない日用品は価格競争が激しく、薄利多売のため、数量が多く出る上位シェア商品を持つことが重要と言われています。洗剤といえばアタック、紙おむつといえばメリーズ、生理用ナプキンといえばロリエなど、商品のブランドが確立していることはシェアの拡大につながるんです。その紙おむつについて、花王は日本のみならず2009年に中国でも紙おむつの販売を開始しました。その3年後、2012年には中国の現地工場が稼働し、現地での生産も始めています。日本製の紙おむつは通気性や肌触りの良さが消費者に支持されてきたものの、中国企業の製品の品質が向上し、ここ数年は販売が苦戦しています。中国市場での花王のシェアは2010年代後半には一時 10% 程度あった模様ですが、現在は数パーセント程度まで下落したと見られています。中国の紙おむつ市場そのものは成長する一方で、花王だけでなく日本企業の苦戦は目立っているんです。この傾向は今後も続くと考えられ、花王は今回大きな決断をしました。それが中国にあるメリーズの工場の生産終了です。現地生産をやめ、今後の中国での販売は国内で作ったものを輸出する2009年以前の形に戻します。中国の紙おむつ市場はかつては日本勢が強かったものの、ここ数年は現地企業のシェアが拡大し、花王は採算が悪化していました。花王の業績はコロナ禍以降、原燃料高の高騰による原価率の増加、価格転嫁への遅れなどから、全体としての利益の金額及び利益率も年々低下していました。コロナ前 15% 前後あった利益率は、直近では 5% を下回るところまで落ちています。国内では日用品なども含めて、10箇所ある工場の生産体制を見直し、中国の紙おむつに限らず、すべての工場で最適化を図る予定です。これにより、2023年12月期に600億円の構造改革費用を計上する見込み。2012年12月期の業績はどうなるか。前回発表した会社の業績予想をもとに、こちらも見てみたいと思います。前回発表時では、売上高の1兆5800億円はそのまま。ただし、営業利益以下の利益の面で、600億円の構造改革費用を計上することで利益が大幅に減益となります。これにより一株利益 EPS も189円から88円まで大幅に低下する見込み。ただし花王の利益率の低下はここ数年ずっと言われてきたことだったので、構造改革費用を計上し、今後はこれが改善していくことで悪材料が出尽くしたとも言えます。決算後翌営業日の株価は 4% の上昇、つまり
画王の業績は今後底打ちして反転するという見込みが現れたと言えそうです。実はこれは数字にも少しずつ見えてきています。画王は2022年から戦略的値上げと位置づけ、少しずつ価格転嫁を進めてきました。2023年第一四半期では約9割ほどその効果が見えてきたのですが、今回発表された2023年第二四半期でついに原燃料高をすべて吸収するほどの効果が見え始めています。業績の底打ちが確認できたことで株価も上昇、コア営業利益率が1200億円は変わらず、ただし構造改革費用で600億円を計上することで今回の営業利益は大幅に減益となりますが、その利益改善効果は2024年来年から少しずつ見え始め、2025年には約300億円の改善効果が継続すると試算されています。では続いて画王の決算分析です。現時点での画王配当利回りは、配当利回りとは現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか、日本株平均 2.3% 以上を高配当株と判断した場合、画王の配当利回りは 2.7% です。画王は34期連続の増配へ、2022年度時点で33期連続増配を継続しています。それは今期も続くとみられ、日本一の連続増配企業は継続の見込み。続いて PER 株価収益率です。株価が1株当たり利益の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均 16.6 倍以下を割安と判断、画王の PER は 62.7 倍です。過去3年間の平均的な PER 水準は25倍ほど。今回大幅に業績を下方修正したことで PER の水準は倍以上に跳ね上がっています。続いて PBR 株価純資産倍率です。株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均 1.25 倍以上を株式市場がのれん、ブランド価値を高く評価している優良企業と判断します。画王の PBR は 2.57 倍です。続いて売上成長率、直近5年間で年何パーセント売上が伸びているか、4% 以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。画王の売上成長率は 0.8%、 安定成長のフェーズに入っています。続いて営業利益率、直近の年間決算の実績で売上に対して営業利益は何パーセントだったか、 7.2% 以上であれば日本株の平均以上と判断します。画王の22年12月期の営業利益率は7.1% でした。今期はこれがさらに下がり 5% を下回る見込みです。次に営業利益の成長率、直近5年間で年何パーセント営業利益が伸びているか、 4% 以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。画王はマイナス 11.7% です。続いて生産性です。従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか、300万円以上であれば日本株の平均以上と判断します。画王の22年12月期の生産性は310万円と平均程度です。ただし生産性は右肩下がりが続いています。今期23年12月期もこの生産性はさらに下がる見込み。続いて ROE、自己資本利益率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか、企業の所有者である株主にとって利回りにあたる指標です。 10.6% 以上を日本株の平均以上と判断します。画王は 8.8%。 続いて画王のチャート分析に移ります。直近の株価は今回の決算で見直されて
1日で 4% を超える大幅な上昇です。ただし、コロナ禍以降、株価は下落が続いていました。コロナショック時、6976円という安値をつけましたが、2021年以降はその安値をさらに下回り、株価は下げ止まらず、5000円を下回ると定期的に株価は上昇しますが、5000円から6000円の間でジグザグしています。では、長期はというと、表示できる最大の期間で見ると、20年以上の長期のチャートで見ると、株価は上昇傾向にあります。花王の上場来高値は2018年10月の9387円。この年は1536億円の純利益を出し、過去最高。一株利益 EPS も314円と過去最高の形で着地しました。今期の純利益は構造改革費用などがかさみ440億円にとどまる見込み。一株利益 EPS も過去最高時の3分の1ほどの88円になります。ここまでを一旦まとめると、花王は直近の株価は下落トレンドが止まるかというところ。決算を受けて決算翌営業日の株価は大幅に上昇しています。長期的な株価は上昇傾向から一旦は横ばいのトレンドです。今期23年12月期は大幅減益予想で PER は現在60倍を超えています。株価としては業績の底打ちを確認し悪材料出尽くしと判断された模様です。ただし数字の業績から見る株価はやや割高感があります。ということで、花王の株価予想です。ウェルの個人的な株価予想は、5543円から5040円まで下がると予想します。以上です。高評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。コメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。